えー、じゃあ、こっから、いよいよ大人のための ET 講座、本番ですね。まず ET がどんな作品なのか、まあ、ちょっと、あの、再確認しましょう。あの、コメント読んでると、あの、まだ見てないとかですね、この講座を見てから見るって言ってる人も結構いたのでですね。かわいいシャツ、ありがとうございます。一応、あの、ET なので、植物系のですね、 あの、シャツにしてみたんですけど、よくよくとですね、これがジュラシック・パーク柄っていうですね、<laughs> ジュラシック・ワールドなんですけど、ジュラシック・パーク柄という嫌な柄でですね、同じスピルバーグ作品でちょっと陰を踏んでみました。えー、これは ET の宇宙船ですね。えー、あるですね、星の綺麗な夜ですね、ロサンゼルス郊外のまあ、田舎町の外れですね、森の空き地にですね、こんなカボチャみたいなですね、宇宙船が着陸します。で、中からですね、出てきた小さな宇宙人たちは植物採取を始める。 ですね。えー、しかしですね、宇宙船を追う謎の男たちですね、が現れてですね、慌てて、あの、宇宙人が逃げ出してですね、宇宙船の中に逃げ込んでしまう。で、宇宙船はですね、あ、もうダメだと見て、ピャーとですね、飛び立ってしまうんですね。で、しかしですね、そんな中、えー、一人のですね、宇宙人ですね、一匹と言ってもいいんですけど、宇宙人がですね、逃げそびれてしまった。で、たった一人知らない世界に残された小さな宇宙人のお話です。 あの、まあ、ここにフィギュアセットがあるんですけども、これはあの、登場人物たちなんですね。まあ、別にあの、一時映さなくても大丈夫ですけど <laughs> 登場人物たちなんですけども、あの、ET です。これが主,主人公というのかな,、えー、な。ET という名前を名付けたのはですね、あの、お兄さんのマイケルの友達です。エクストラテラストリアルというですね、意味です。えー、科学の世界ではですね、実はこの、 一見科学用語に来るんですけど、エクストラテラストリアルっていうふうに、こういうやつのことを呼んだりしないんですね。あの、地球外のっていう意味であってですね、名詞ではないんですよ。正しくはですね、ETI と呼ぶべきなんですね。エクストラテラストリアルインテリジェンス。つまり、え地球外知的生命体だったら ETI になるし、も、ままあ、しくはエクストラテラストリアルビーイング。地球外 存在というふうに言ってもいいんですけど、あんまり ET だけでは意味をなさないんですけども、あの、スピルバーグがですね、えー、この ET とは一体何なのかというのをですね、スタッフに説明しています。で、僕もね、これ、あの、メイキングの映像で見て初めて、ええー、って思ったんですけども、えー、スティーブン・スピルバーグによるとですね、ET は野菜だそうです。 <laughs> あの、野菜っていうのが意外ですね。あの、僕らのような動物ではなくですね、実は植物の進化した姿で、まあ、その実の部分、プラントの部分だっていうふうに言ってるんですね。だからスピルバーグはですね、スタッフが植物ってことですかって聞かしたら、いや、野菜なんだよ、野菜なんだよというふうに言ってるんですよ。だから、この、あの、ET が野菜だっていうのをですね、押さえてるとちょっと見え方が少し変わってきます。 ですね。だから緊張するとですね、こう胸のところが光るんですよ。で、胸のところが光って内臓が見えるんですけども、その内臓も動物的な内臓ではなくてですね、ピーマンの断面とかですね、あの、そういうですね、あの、リンゴ切ったところとかそういう感じになってるんですね。あくまで動物ではないようなですね、形をしている。まあ、言われてみてですね、画面よく見たら確かにそうなんですよね。で、本当の、 こいつの名前ってのはわからないんですよ。えー、のでですね。もう以降は、えー、しょ、すいません。このゼミの中でもこの生物のことを ET と呼びます。もうみんなが ET って言ってるし、本人も ET フォンホーム m e って、<laughs> ET お家に電話するって言っちゃってんですから、<laughs> ET って認めたんですからですね。あのー、ET と呼びます。